お嬢さん、エスコさん、エスコさん、大丈夫ですか。これでやっとすっきりしましたわね。もう二度とこんな目に遭うこともないでしょう。いえ、もう嫌よ、絶対に嫌。エツコ、何ということを言うんだ。お父様エゴイストだわ。自分の満足のために私たちの幸せを奪っておしまいになったのよ。この調子なんだよ、鏡君。失礼します。お嬢さん、お話があります。蓮沼博士のなさってることは日本の、いや違う、世界のだ。世界の平和に貢献する研究なんです。それを。鏡さん、世界の平和って一つの家庭の幸せを犠牲にして成り立つもんなんですか。悦子さん、幸せを犠牲にしてるのはあなた一人だけじゃないんですよ。僕だって平和を夢見た父のために。悦子さん、みんなが少しずつ幸せを犠牲にしてもっと大きなものをつかむんじゃありませんか。私はその小さな幸せが欲しいのよ。母だってそれを求め続けて死んだわ。バカ！君こそエゴイストなんだ。お嬢さん、お父さんの看病を頼みますよ。少し時間はかかるでしょうが、一日も早く回復するよう我々も待ってるんですよ。先生にはキャッチャー A1 の完成を見届けてもらわなければならないんです。悦子、すまなかったね。悦子。お父様、ごめんなさい。私が間違ってたわ。許してお父様。おいとましようか。失礼します。鏡さん、あなたにも謝らなくちゃいけないわ。憎まなきゃいけないのは父の研究じゃなくて宇宙人の企みだったわ。分かってくれて嬉しいです。どうかお父様の縁の下の力持ちになってください。じゃあ。蓮沼博士を中心とするインベーダー撲滅計画はまたも彼ら侵略者の手で妨害されてしまった。気を落とすな、SGN。地球を愛する人の手でいつかきっと完成するだろう。戦え、SGN。行け、ミラーマン。